マイナス表現なのでマイナス1点だ。はい、どうも、クリノクラです。ナイスガイのスカイです。ワカミです。スガイ、フクラ、カワカミ、何時は良き時も悪しき時も、止める時も貧しき時も、罰ゲームがある時もない時もクイズに寄り添うことを誓いますか？誓います。本当に言ったね。言ったね。ということで、いい言葉絶対禁止、結婚式早押しクイズ。結婚式だった。ということで、牧師の水沢ですと。こんにちは。はい、今この瞬間からですね、あなた方は結婚式に出席しています。はい、結婚式に出席しているということは、やっちゃいけないこと、言っちゃいけないことあるんですよ。繰り返し言葉や不吉な言葉とかね、ダメな言葉言っちゃあかんのです。はいはい、ありますね。そういうの言ったら即減点です。はい。今から普通に早押しクイズをやるんですけど、正解するとプラス2点、はい、間違えるとマイナス1点でその問題終わりです。うん、はい、間違った行動を取ったり言動をした人にはマイナス1点が与えられます。はい。で、その間違いについてはもう皆さん自由に指摘していいし、僕が指摘するんですけど、うん、皆さんがですね、ヤバヤバヤバン人だった場合のことを考えた時に、マナーについて詳しい人を呼ばなきゃいけないということでですね、今回は直々にこの方にお願いしました。どうぞ、マナー太郎さんです。そうです。そんな気持ちよくかマナー太郎とね、あの混ざってるじゃん。マナー太郎とカナタさんが混ざってる。履歴書書いてるの。はい、キャラ設定。ではクイズに参りましょう。問題。もともとは草木のトゲを指した言葉から転じて、思うようにことが進まず機嫌を損ねることを言う表現は何でしょう？川上さん。苛立つ。はい、OK でーす。そうですね、はい。イライラだと、重なっちゃうので減点です。おーい、確かに確かに。はい、それは確かに。よ、2回重ねて使うのは、あ、重ね言葉ですね。なるほど。せいさんマイナス1点です。いやー、なんでだよー。ぼーっとしてたらついね、相づちを打ってしまいがち。はい、確かに。会話を終わらせますね。1回だから。はい、ちなみに、さらに、苛立つはマイナス表現なのでマイナス1点です。やばっ。来ました。正解のプラス2からマイナス1点なので川上さんは1点入ります。あー、なるほどなるほど。はい、ということですね。イライラだったら0点だった。なるほど。お、なんか今あった3、4回なるほどって言いました。じゃあマイナス1点しましょう。あー、ね、いやー、ちょ待ってー、円滑な進行じゃん。円滑な進行じゃん。河合さんを納得させれば勝てる。ちなみに今、円滑な進行じゃんって2回言ったのがマイナス1ですね。ちなみに普段円滑な進行を心がけている福田さん的にはこんな展開はどうですか？いつもは1回言うようにしてますね。それなんでですか？理由は時間が短く終わるから。あ、短いと終わるためです。離婚を連想させます。なるほど。本当に話せないね。ちなみに川上さんはこれ素晴らしい正解でしたけど、どこで分かりましたか？そのダメな方あったじゃないですか。あ、ダメマイナス1です。今のどうしようもないでしょ。じゃあ2問目いきましょうか。いけます。問題。野菜の切り方で輪切りを2等分にしたもの。福田さんどうぞ。イチョウカット。オッケーです。胃腸だけ出れば正解でした。まあカットはオッケーでしょ。ということで福田さんに2点差し上げます。カットはオッケー。ケーキカットは言います。確かに言うもんね。まあ、あの日本語的な意味言葉が結構ダメってことですね。うん、問題。一度起きてしまったことは二度とは取り返しがつかないということを、ある液体を、ああ、It is no use crying スポルトミルク。あー違う。正解は腹水盆に帰らずでした。It is not use crying over spilt milk。 あ、オーバーがない。はい、オーバーと言ってしまうとオーバー終わりを連想させる。しないよー。ケーキカットの下りで、はい、英語で喋ったら無敵なんじゃねって思ってたけど、はい、そんなことなかったんだよ。オーバーとかあとクライングは純粋に良くない意味の言葉なのでダメです。つまりクライングとおっしゃったのでマイナス1点です。え、五等にプラスでってこと？はい、五等マイナス1とクライングマイナス1でマイナス2点。普通に複
水盆に帰らずは OK です。何の問題もありません。裏を書いてしまった。そうなんです、今回考えすぎるとダメなやつ。問題、県庁所在地である津より人口が多く重化学工業が盛んなことでも有名な三重県の都市はどこでしょう。菅井さん、あれ四日市市。正解です。よし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 、まあ、漢字で書くと1が続いてるんですけど、基本的に意味言葉というのは読みが大事なので、ここは減点になりません。ただ4は、死を連想させて不吉なのでマイナス1点です。あれ今何問目でした。普通にわかんない。ちなみに菅井さんは関西出身ですけど、はい、三重には行かれたことがあるんですか。これがね、まだなんですよ。ぜひ行ってみたいですね。伊勢神宮とかもあるんで。福良さんは神社に関する雑学とかあります。伊勢神宮にはおみくじがないんですが、これは行った人は全員大吉だからという意味なんです。おお、ちくしょう。この人がさ。問題、丁寧な手紙の書き方で前略で始めた場合、結びとし、福良さん、よしよし、できますね。これはどうして賢を選んだんですか。女性の気持ちを理解しました。おお、分かってる人ですね。本来は前略の場合は早々と書くパターンが一般的ですが、女性の場合は賢で締めることができます。福良さん、見事という問題でした。これはもう純粋にすごいですね。まあ福良くんね、答えたとよしよしと言っていたので聞いてみだろう。福良さん、賢、よしよし、よく見てるな、さすがマナー講師。問題、もともとは撫でることを指して用いられた言い回しである、どんなに穏やかな人でも繰り返し気分を害されたら。福良さん、3。怒るという意味の慣用句は何でしょう。仏の顔も3度まででした。あ、全部言うべきか。はい、そうです。3だったので減点は0ですけど、3度だと、2度3度というですね、繰り返しを意味する言葉なのでマイナス1点です。さらに仏という言葉はですね、死んだ方を意味して不吉なので、こちらも減点になります。ということで普通に正解していればマイナスが2つ入るので0点と。福良さん単純に間違えたのでマイナス1点です。はい、ということで最後は大逆転もありますから頑張ってください。よし、問題、彼と喧嘩した子供が名前が長すぎてコブが引っ込んじまったよというオチも有名な落語です。ジュゲム、五行の釣り切り、解体すぎの水道マス、ウライマス、フライマス、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポのシューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの上級名の長介。素晴らしい、正解です。長い回答でしたが、お見事な正解でした。はい、プラス2点です。ちなみに、ジュゲムで繰り返しマイナス1点、すり切れるは不吉なのでマイナス1点。解体すぎの水道マス、水道マス、マイナス1点。ウライマス、フライマス、水道マス、繰り返し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 、ポンポコピーとポンポコナーはほぼ繰り返せないので、ほぼ合計マイナス12点です。ということで、正解プラス2からマイナス12点で、スカイさん今マイナス10点。おかしい、めでたい言葉しか言ってないのに。おかしい。そうですね、めでたい言葉だけで構成されてる名前ですから。俺もここからもう普通にトークするわ。君たちはもう頑張って、これ以上下がらないようにしてください。ここまで。はい、それでは、はい、マナ先生、各自の点数を発表してください。はい、まず、菅井くんが、これはマイナスの20かな。おい、いいですね。ちょっと計算ミスしてるかもしれないが、そういう問題ではない。もう早当たりです。福良くんはマイナス4と、もういいけどね。もういいよ、もう読んでいい。高上くんは、無だね。無、無です。無はダメですけどね。あんだけ黙ってたの、めちゃくちゃ悪いよ。ということで、優勝は川上。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。皆さんはくれぐれも結婚式の余興で授業も披露することになる。いいんじゃないの別に。めでてえけどな。めでてえよ。なんなら子供生まれる話だしな。そう、寿限りなしって言ってんだから。そうだね。もう結婚式には
出ないはい、ということでチャンネル登録、高評価、質問、サルちゃんツイッターのフォロー、これ全部大丈夫だよねはい、大丈夫です。なるほど、なるほど